コロギスカグリロクリダデイは、バッタ目キリギリスアモクのトガ。森林起源とされているバッタ目の中では、比較的原始的な位置づけとなり、バッタ目誕生の鍵を握る種族でもある。ほとんどの種類が樹状性。体型はコオロギ状化に酷似し、頭部は卵形で、縦長、特に顎が発達し、丸顔の種がほとんどであるコオロギ状化とは異なる。乾くと、 糸状になる特殊な唾液を口から吐き、巣作りに利用する。触覚は非常に長く体長の4から6倍ぐらいあり、オスの方が長い傾向がある。副眼は比較的小さいが視力は割合に良い方で動くものに敏感である。暗いところで黒っぽく変わったりはしないが読めは効くようである。単眼は通常3つあるが種類によっては 額体の一つだけになってしまっているものや、全く退化したものもいる。足は頑丈で比較的長く、形折にはトゲを備え、獲物の捕獲や巣作りに利用する。前足には、鼓膜器官を欠く。後ろ足の発達は悪く、跳躍は苦手である。反面、非常に素早く走ることができ、素早く獲物に近寄る。また、危険を感じた際には跳躍した後素早く走り去る。 施設の足先は広がり、吸着組織と爪を備え物にしがみつくのに適する。オしは、糸状で、コオロギよりは短い。羽の形もコオロギに似ているが、発音器を書く。一部の種では短く耐化、または、完全になくなっている。完全な羽を備えた種であっても飛翔することは、ほとんどなく、威嚇の際に広げて使う程度である。メスの腹部の先には発達した。 産卵管がある。コービノサイオスは、メスの産卵管を足で抱え込むようにしてつかむ、独特の姿勢で行う。腹部から脚部に発音器官を備えるものがあり、それを用いて発音するほか、足でものを叩くようにして発音する種類もいる。主に動物質を食べる、肉食性で、昆虫などを食べるが生きたものばかりでなく、死骸も食べる。また、水分。 糖質なども好んで摂取する。このため飼育する際はこれらを別々に与える必要がある。羽根なしコロギーズの場合、コオロギ用の飼料と甲虫用ゼリー、スポンジに染み込ませた水分だけで飼育できる。クリスチャン、フェルディナンド・フリードリヒ・クラウス・トラベラー、アンド・コレクターは、ヘルマン・オーガスト・クラウス・エンタマラジスト日本直種類、学会編。 バッタ、コオロギキリキリス大図鑑北海道大学出版会2006年 ISBN4 から832981617ありがとうございます。